はい、よろしくお願いします。皆さんでございます。というわけで今日もね、質問に答える形で、いきたいと思います。で、今日はですね、こう僕がよく、言います。で、まあ、僕以外の方もよく言うと思うんですけど、打点に顔を残しましょうと、よく言うじゃないですか。まあ、今日のフォアハンドストロークなんですけど、打点に顔を残して打つんだけれども、その指導者からは、残すなと言われると、いうことなんですね。で、まあ、残せっていう情報が多い中、残すなって言われるので、ちょっとこう混同してるということなので、まあ、僕もね、残すなっていう、実はアドバイスをすることがあります。まあ、どういうことなのか、っていうことをね、ちょっと説明していきたいと思います。まあ、フォアハンドをやる上でのヒントになるし、なんかこう、残すとうまくいかへんねんっていう人ね、その人への解決策としてもね、ものすごくいいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。まず、オンコートでの説明動画を見ていただいて、その後補足説明という感じでいきましょう。では、いきます。どうぞ。はい、よろしくお願いします。じゃあ今日は、質問に答える形で、こうよくね、打点に顔を残しましょうって、言われるけれども、逆にこう残してはいけないというふうに言われましたという質問が来ました。打点に顔を残すと、クロスに打てなくなるので、顔は前に向けたまま打ちましょうというアドバイスを、されたということです。はい、これ、まあ、特にこう正解がないという、観点で見て、まあ、どういう感じで指導者が、そういうアドバイスをするか、そういうどういう時に指導者がそういうアドバイスをするのかっていうところで、ご紹介していきたいと思いますけれども、まず、打点に顔を残してクロスね、ちょっと打ってみます。はい、まあ、今かなりわざとらしく残しましたけど、ああいう感じでこう打点に顔を残して、クロスに持っていくと。ただ、このやり方をせずに、まあ、できるだけ、前を向いた状態で、打てと言われたということです。ということは、コーチはどういうふうな感じでしてほしかったかっていうと、はい、まあ、今みたいな感じで、ね、こう顔を前に向けた状態でこう打ってほしかったと思うんですね。で、まあ、じゃあなぜそういうアドバイスをしたかというと、プレイヤーがこの体を回旋する動きですね、この体を、回していく動き、おそらくこの動きが、足らない、もっと出した方がいいという感じで、感じた、これが一つだと思います。それからもう一つは、打点ですね、打つポイントがやっぱりどうしてもこう後ろになって詰まってる感じがするので、体の前にしっかりこうスペースを取れるようなイメージで、顔を前に向けましょうという感じでこうアドバイスをした、まあ、大まかにはね、この2つが、考えられます。はい、で体を、しっかり回す、はい、よく回すと開くは違うとかね、僕の動画でこう回すという表現よく出てきますけど、やっぱり体をこういう感じで、回旋していく動きっていうのはこう必要になってきて、それを使うためには、顔をねこうちょっと前に向けていくっていう動きっていうのが、まあ、必要じゃないか、あるかっていうと、またこれもこう議論の余地があるんですけれども、例えばですね、こう力がまだ全くない小学校3年生の、女の子とかによくあるんですけど、こういう感じで体をね回していきます。はい、今のかなり大げさにやりましたけど、まあ、まだこの軸足を蹴ることによって体をこう回していく力っていうのがうまく作れないので、とにかく顔を先に前に向けて、体をこう開いて、左肩も先に開いて、前にこうラケットをこう引っ張り出すというか、体をこう回していく力っていうのを、無理やりこう作ろうとします。はい、こういう動きが、取られるということは、顔を先に少し前に向けるっていうことは、やっぱりね、こう体を、回す動きをこう手伝うことにはね、つながっていきますので、回旋力がちょっと弱い、人に対して、コーチがちょっと顔をね、前に向けようというアドバイスは、そのためにやってるのではないのかなというところが1点です。あともう一つ、こう打点の取り方にもよるんですけど、まあ、顔を残そう残そうとすると、結局こうボールをよく見ようみたいな形にも近づいてしまって、顔の向きが本当にこう打点を残すところにつながっていくので、ちょっとこうね、差し込まれるような感じにもつながってくると思います。ちょっとやってみます。はい、今みたいな取り方ですね、顔をこう向けすぎてしまう、ちょっと、顔を前に向けて打点をね、前に取ってみます。ここにこう顔を前に向けると、ここにすごくねスペースができます。はい、
で近くを見ようとしてこう入ってくるとやっぱここにこうスペースが、できる部分が小さくなるのでこう詰まりやすい、はい、あの人はちょっと詰まりやすいので顔を前に向けたらどうかなと、思っているんじゃないのかなと思います。まあ、以上の2つのところですね。やっぱりこう体を回す、それから前にスペースを取るというところがこうしっかり、できてないために、打点を見ない方がいいですよというアドバイスをしているんだと思います。もし、まあ、打点に、ね、顔をしっかり残しても体の回線力を、しっかり使うことができるし、打点も落とさずに打つことができるというのであれば、まあ、それほど、打点を見なくていいよというアドバイスは、ね、減ってくると思います。はい、はい、今みたいな感じで前にスペースを作って、打点に顔を残して回線力をしっかり使っても、打点に顔を残して、打てるのであればね、打点に顔をしっかり残すという感じに、ね、なると思います。はい、打点に顔を、残すメリットとしてはこれもいろいろあるんですけど、まあ、打点に顔を残すことによって軸がぶれにくくなるというのもあるし、打点に顔を残すことによって、まあ、ボールを、よく見るっていうのもあるし、体が今度はこう回すと開くの違いですけど、回すっていうのは回線力を生み出すために必要で、顔が前向くのが早くなりすぎてしまうと今度開く方に行ってしまって、まあ、回すと開くの違いですけど、回すことによって生まれる力がボールにうまく乗っかっている状態がうまく回っている状態です。開く状態っていうのは体を回す力がボールにうまく伝わってない状態ですね。はい、それを防ぐためにもこの打点に、ね、顔をしっかり残すということは重要になりますので、まあ、整理すると、打点に、ね、顔を残すことが悪いことでは当然ないですけれども、今質問者さんに足らないのはこの回線する力であったり、ちょっと前にスペースを作る力であったりということになるんじゃないのかなと思います。はい、以上のところを整理すると、まあ、打点に顔を残しちゃいけないよと、言ったコーチの真意がね分かると思いますので、頑張って練習してみてください。教えて、みなっち先生。はい、いかがだったでしょうか。まあ、これね、やっぱりこう指導者の人もこう悩まそうと思ってやってるわけではないんですけど、まあ、どうしても、やっぱりこう、なんていうんですね、こういう感じなんですよね。まあ、これを当てはめて、じゃあ顔を残した、顔を残すことによって良くなる部分もある。じゃあ今度、残さんようにやってみよう。それでまた違うところをね、良くしていって、で、また残したらいいじゃないのかということなんですよ。まあ、顔を、残すというところの、まあ、メリット、デメリットがあるということですね。まあ、これは全てにおいて何かをすると、何かアクションを起こすとメリットデメリットっていうのが必ずついてくるので、まあ、それはしっかりね、頭の中で整理していろいろ組み立てていくと、まあ、階段を登るようにこう技術がねこう積み重なっていくのではないのかなと思います。で、顔を残すことのメリットは、オンコートの動画でも言いましたけども、まずこう体の開きを抑えることができるんですね。体って回そうとするとグワッとこう行きやすくなる。で、開いてインパクトに力が集中しにくくなる。それをしっかりとインパクトで集中、力が集中するように体の開きを抑えてあげるっていうのがおそらく一番の役割だと思います。はい。ボールを見る見ないっていうのも当然あるんですけれども、これは別動画のね、僕のボールを見るシリーズの動画をちょっと見ていただいたらわかると思うんですけれども、こう手前に来てボールをよく見たからってじゃあ当たるのかっていうと、まあ、それも難しいところがあるんですね。もちろんそれも大事ですよ。手前は最後までボールを見る。ボールとラケットが当たるまでこう黄色いものを確認するんだということも大事だと思いますけれども、それは2番目だと思います。はい、そこでボールがちょっとずれてるからってじゃあ合わせれるかっていうとね、これは難しく、ボールはやっぱりフォーカスをした段階で、もうちょっと前にある段階できっちりフォーカスができてないとやっぱりこれ捉えるのは難しいと思いますので、まあ、ボールを見るっていうのは2番目3番目の理由で、1番はやっぱり体の開きを抑えていくというところだと思うんですね。で、じゃあなぜそれをあなたはするよりも前を向いた方がいいんだよっていうふうに指導者が言うかっていうと、これは打ち方も見てないんで分からないんですけど、おそらくですね、体を回旋する、回転させる動きがね、弱いんやと思うんですよ。はい。だから、なんかこう詰まってる感じになってるとかですね、そういう感じになってるから、それを改善させたい。僕もね、やります。はい。なんかこうまだ勢いがないうちから、まあ真面目な子に多いんですけどね、僕の生まれて、今まで最近で言うとその、小4ぐらいの子がやっぱりこう一生懸命残してるんですね。で、こう残してるって言おうと思ったら、まあなんか、イナチンが言うてたよ、みたいなね、言われそうで、これはこうだよ、こうだよってご説明をしながら、
まあ、今はね、そこまで残しすぎなくてもいいんじゃないと。まあ、なぜかというと、パワーがないんですよ、小学4年生ってね。パワーがないのに、こう手だけで振るような感じになってしまって、顔を残しすぎると、やっぱ頭飛ばないんですよね。で特にこう小4っていう年齢、まあ、この質問者がね、何年生かわかんないんですけど、おそらく中学、高校生かなと思うんですけど、まだまだ、その回線力によるスピードがアップする時期なんですよ。もっともっと回していって、まあ、極端なこと言ったら、ちょっと開いてでも、パワーロスが起こってでも、どんどん回線力をこう上げていきたい。なのに、縦に顔を残そうとして、なんかスイングの加速がこう制御されていると。多分指導者の方はそう感じたんだと思います。僕もそう感じたときは、もうちょっとこう、ガッとこう前向いて振ってこいよ、みたいなね、感じになります。はい。そうすることによって、回線力が上がっていくというところですね。それからもう一つ、これもコートの動画で言ってますけど、打点に顔を残すという動作をしすぎることで、逆に打点が詰まってしまうこともあるんですよ。まあ、これは今のこう回線力を上げていくというところまで、結びついてくるんですけど、回線力が上がると初速が上がってくるので、やっぱラケットがぐわっと体の前にこう出てきやすくなる。はい。で、打点を顔に残すと、やっぱ初速も上がらないし、ちょっと腕で振るような感覚も出てくるので、どうしてもスイングスピードが上がらずに、手前に引き込んでこう打ってしまうというデメリットがね、あるんですね。この、体の回線が効かないっていうことと、引き込みすぎてしまうっていう、この二つの打点を顔に、打点を顔に残す、顔に打点を残す、顔を打点に残す、ことの、デメリットを考えて、おそらくね、質問者さんの、その、指導者の方は、見るなという感じでね、表現してるんだと思います。まあ、なかなか、これね、難しいのは、じゃあこの説明を今カットするだけでも、まあこう、まあ動画を作る、必要はないんですけどね、まあね、5分ぐらいかかるじゃないですか。なかなかこの指導の現場で、これはこうだよと、今したアドバイスの、理由はこういう理由なんだよって、なかなかね、5分取れないんですよ。これがやっぱテニスの指導をする上で、すごくこう難しい。はい。そこでこう、5分取ったらもうそのことのね、マンツーマンの練習の時間なくなってしまうし、はい。で、なんかこう、グループレッスンとかだとね、その、あの子に5分使ってるのに私、一言で終わったわ、みたいなね。その辺もね、やっぱね、こう人間なんで気にするんですよ、テニスコーチはね。一人に5分でしょ。10人おったらもう50分でその説明だけで終わってしまうやんっていうことにもなりがちなので、まあまあそれでもね、していかなきゃいけない。まあ後でこうメールでフォローしたりとか、でもね、その次の大人のレッスンも始まってまあ言い訳ばっかりになるのであれですけど、まあそういう感じで、まあなかなかね、難しいので、まあこういう感じでセカンドオピニオン的に、質問していただけると、フォローができるかなという感じで思います。はい。なかなかやっぱりその打点を顔に残すにもメリット、デメリットがあって、これはね、すべてのアドバイスにあります。はい、メリット、デメリット。なので、それをどう組み合わせていくかなんですよ。はい、デメリットの方が勝ってるなと思ったら、やっぱり違う刺激を与えていかなきゃいけないし、まあ、今回の例でも、そのまだまだ加速がこう良くなる時期なんだっていうのもね、当然こうあると思いますし、オンコートの例えで出した、例えば小学校3年生の女の子とかね、よくあるんですよ。片手に顔を残したらもう打てないんですよね。それぐらい、やっぱりこう出力を出すには、体を回していかないといけない。手の力だけではもうラケット重すぎて全く振れないし、ボールに負けてしまう。だったら、伊達に顔を、残さない方がいいんですよ。その子はね。今はですよ。その小学校3年生の時点ではですよ。で、これも、大人になって始めた女性の方にも結構起こるし、まあ男性の方でも、起こります。はい。ですから、その時期その時期で、今はこういう刺激がいいんじゃないのか、今はこういう刺激の方がいいんじゃないのかっていうところを、やっぱり指導者はね、選手のことを考えて、アドバイスをしてますので、わからなかったら、まあ聞いてみるというのもいいですし、まあ聞いててね、その説明をやっぱりこう、取れる時間があるのかというところもありますので、やっぱりこう何かしらね、情報を得て、解決していくのがいいのではないのかなと思います。まあ以上のようなところを踏まえると、まあこの、打点に顔を残すことのメリット、デメリットね、しっかり分かってくると思いますので、ぜひ皆さんコートで試してみてください。